おお、来たすごい、やべえ。さあ今回はですね、国志望 vs 時任無一郎、そして品津川玄也、前回のね、もう最初から見ていきましょう。それではどうぞ。うん、やはりそうか。これが上弦の位置、他の上弦とは比べ物にならない重厚な様、威厳すらある。そして刀、いびつだが刀を持っている。この男もしや鬼狩りだったのか。しかも相当な使い手の。寒気が止まらない。体が戦闘を拒否している。こんなことは生まれて初めてだ。お前、名は何という？時任無一郎。なるほど、そうか。耐えたのだな、次国の名は。何百年も経っているのだ。戦刀なきこと、私が人間であった時代の名は次国道勝。お前は私が次国家に残してきた子供の末裔、つまりは私の子孫だ。お、戦闘来るぞ。おお、かっけー。霞の呼吸、七の方、おぼろ。すげえ、すげえ。なかなかに良き技だ。霞か、なるほど、悪くない。年の頃は重視あたりか。その若さでそこまで練り上げられた剣技、私にひるみはしたものの、それを抑え込み切りかかる胆力、さすがは我が末裔。血は随分薄くなっているだろうが、さまつなこと。たとえ名は途絶えようとも、私の細胞は増えて残っていた。いやー、すげえ、マジでかっこいい。アザ、そうか、出ていたのか。おほほ、おぼろだ。七の方、おぼろ。初見の技だ。霞の呼吸の使い手はこのような技を使ったことはない。おお、独特の緩急、
動きが読みづらい撹乱も兼ねた技、実に良き技。流麗で美しい無一郎が編み出した技なのだろう。こちらも抜かねば、武作法というもの。うわあ！月の呼吸、一の型、闇月、宵の宮。やべえ。いや、痛いね。我が末裔よ、あの方にお前を鬼として使っていただこう。さあ、ここから初見。私の最後の子孫、そぞもしていなかったもので、私の心を動かします。そ、何も恐れることはありません。腕のことなら鬼になったらまた伸ばせるでしょう。私は現時点でまともに戦えるのは上限だけ。そしてあの男もあなたを歓迎するはずだとし、血を止めさせてください。人間は脆いものです。でももし、もしあなたが出血しすぎて死ぬとしたら、あるいはその男があなたを受け入れてくれず、そしてあなたが死ぬとしたら、死はあなたの運命です。それはあなたがそれができる男であることを意味します。ここまでしか行かない。そう思いませんか？同じように。うわ、マジか。剣や。強すぎ。なるほど、鬼を食べていたんですね。そうですね。あなたはまだ死んではいません。灯台は半分に切られていますが、約300年前、あなたと同じように鯉を食べる剣士がいました。彼は私が彼の体をスライスした時に亡くなりました。それではおそらくあなたの頭です。私にはあなたのような味の尾を生かしておく理由はありません。え？玄野。風の呼吸、死の方。来たー！ああ！やべえ！死ぬ砂らしい。来たー！風柱。あなたはその鳥です。私は風です。あなたの頭を引き裂く、メイヌ。てめえは本当にどうしようもねえ弟だぜ。何のために俺が母親を殺してまでお前を守ったと思ってやがる。カーゼ柱、ノーニさんのことなんだけど、そんなことはあの人は砂上渡る伊之助ゲネキ職に入ったことをすごく怒って吐いた。でも憎しみの匂いは少しもしなかったんだ。だから思えなくできなくて焦んだよ。伝えたらしくなってしまったら大丈夫だ。今回は
玄弥のことがずっと変わらず大好きだから。大好きなんだね。てめえはどっかで正体持ちって、そして家族血やして前になるまで生きてりゃよかったんだよ。お袋にしてやれなかった分も、弟や妹にしてやれなかった分も、お前がお前の女房や子供幸せにすりゃよかっただろうが、そこには絶対に俺が鬼なんか来たるせねえから。こう兄弟で鬼狩りとは懐かしいや。よくも俺の弟を刻みやがったな、決め玉野郎。許さねえ、許さねえ。戦闘シーン。すごい。やべえ。かっけえ。すげえ。わかるやまた。気色の悪い刀だぜ、クス。あー、ちょっと待って、ループ再生。いや、ここで終わりですか。あー、マジか。いや、品津川さねみ、めちゃくちゃかっこいいね。いやー、ちょっと黒死亡戦レベルがちげえわ。これ UFO テーブルでアニメ化したらどうなっちまうの？本当に。うん。まあ、あとアフレコはね、海外の方だから仕方ないんだけど、いや、原作で読んでるとあそこやばいよ。めちゃめちゃいいセリフ言ってるからね。いやー、ちょっとこれはね、無限上編早くアニメ化してほしいね。いやー、ちょっとマジで楽しみっすね。はい、てな感じで、じゃあね、また次回の動画でお会いしましょう。今回の動画良かったという方はね、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。バイ。